意識が戻ったわね。ここがどこかわかる？質問に答えて。1985年。わかってる。大丈夫。そう。ちょっと薬を飲み忘れただけ。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから、副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心して、すぐに戻るから。大丈夫かい？どこへ行く気だ？ついてこないで。そういうわけにはいかない。キサラギさん、ちょっといいかしら。あ、コウト先輩。何かご用ですか？それで。あなた、私に逃げろと言った。女性のタイプってあります？いや、そのゴートが気を取られてる。何をなさってるんです？今のうちにそっと言って。なんというか、先輩は甘いものって好きですか？困ったな。426じゃないなら、事件を起こした犯人は一体？頭がスキスキする。14番は私の騎兵だ。もうダメ。頭が割れそう。これで少し。薬師寺さん、ちょっといいかしら。どうにもできないのね。何の？あなたの問題。ついてこ。そう言わないでくれ。これでも君の力になれるつもりなんだ。どうかしらね。会長候補でしょ？え、すごい。頭良くて容姿端麗。憧れだよね。頭スキスキス。泉君、無事だったのね。よかった。またですか？
先輩、からかわないでくださいよ。僕はクラベ、クラベ十郎です。ゴート先輩、すまないな、クラベ。いいから言ってくれ。もうダメ、頭が割れそう。泉くんよ、どういうことなの？ゴーとレンヤなら何か知っているのでは？クラベ十郎、どうなってるの？説明して。人違いだよ。嘘だ、彼を見間違えたりしない？知らない方がいいこともある。教えなさい。泉十郎はもういない。今の彼はクラベ十郎。戦闘で頭をやられて別人格になったんだ。回復は絶望的だ。あの泉くんが私と同じ症状に。涼子さんだね。あなたは？僕は泉十郎、力を貸してほしい。あのロボットで世界を救うんだ。